次は津賀、津賀です。お出口は左側です。 JR 線はお乗り換えです。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。千葉モノレールは懸垂式モノレールというぶら下がって走るモノレールの中では営業距離が世界一長いモノレールなんだよ。そう、世界一のモノレールなのに千葉に住んでいる私たちでも知らない人が多いのよね。もっと大々的に PR すればいいのに、宣伝が下手なんじゃないかしら。いや、雪乃、それはここで言わない方がいいんじゃないかな。